すげえ、なんじゃこりゃ。みんなここなら行けるかな。ちょっとね、ちょっとだけ藪が薄いんだよね、奥が。いや、川にまで出れちゃえばね、こっちの勝ちなんですよ。行くしかねえ。よし、第一関門突破。よいしょ、行け。草の量よ。川に出た。えぐすぎる。なんだこの藪、冬は何もなかったぞ。でもね、この川実は温排水なんですけど、よく見るとめちゃくちゃ外来生物が溜まってると噂の水路があって、今日はね、その水路をね、巨大網とかを使ってそこの魚どんどん捕まえていこうと思います。それでは水路にどうぞ。うお、深っ。いやー、夏の温排水気持ちいいわ。冬はね、もう湯気がガンガンに出てて全然見えないんですけど、やっぱこれだけ暑くなると温排水でもね、涼しく冷たく感じますね。本当はこの辺でね、バスとかをね、どんどん捕まえていきたいんですけど。15ぐらいある。いや、ワンチャン50ぐらいある。さあ、みんながドボンしろって言うからドボンするよ。クソでかいバスいたから。うお、深っ。いやー、逃げたかな。クソ、やっぱドボンは無理か。いた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 。よし、ゲット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 。よっしゃ、でっかでっかでかいでかいでかい。よっしゃ、でっか。いや、痛い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 。ちょ、待って。よっしゃ、取ったでっかやば、めちゃくちゃでかいの取れたでっかやば、鬼でかいやつ取れた人間をなめるな。やりましたよ。くっそ重たい、マジで網ちぎれるかと思ったもん。でっかバス来た。皆さん、こちら小口バスですよ。めちゃくちゃでかくないですか。さっきね、サイズ測ったら45センチありましたね。この川だとこのサイズはかなりでかい部類です。まあ、おそらくね、このお腹の中に、まあ、あの精子か卵巣かわかんないんですけど、大量の子供の元になる何かが入ってるんで、このサイズをね、駆除できたのはとてもいいことだと思います。川を出てね、対岸までようやく渡ってくることができました。あとはね、目標の藪の中の奥にある水路にたどり着けば荒川の勝ちです。みんな見て見て見て、これ見える？めっちゃ魚跳ねてんの見える？やばくない？この群れ、何？アユ？オイカワ？すげえ数の魚がいるよ。よっしゃ、どんどん取っていくか。何の子供なんだ、なんかすごい群れてるな。よし、今日はね、海でもね使ってる巨大な網2本を持ってきました。おっと、これはルアーじゃない？はい、ルアーですね。おそらくバス釣りで使うやつかな。それでは未知の水路に入っていきましょう。うわー、やば、魚の数えぐ。なにこれ、全部オイカワ？全部オイカワだ、めちゃくちゃいる。えぐ、なんかでかいのいる。誰？フナだ。でかいのもいるな。前回行った時はね、ここで謎の生態系が出来上がってたんですけど、今回どうだ？よいしょ、今んとこ取れてるのはね、ほら見える、みんな、これね、カワムツですね。カワムツのかなりいいサイズ。カワムツはね、関西出身の魚って言われつつ、関東では外来種扱いされてます。よし、行くぞ。まあ、今回はね、カワムツに関しては数万匹ぐらいいるんで一旦見逃しますが、まあ、あのちょっとワニさんとかと話して、ワニさんちってだいたい毎年ね、凄まじい量の魚が必要になるんですよ。なんでワニさんに持ってきていいよって言われたら、ちょっとここのね、カワムツ乱獲してワニさんちのペットの餌にしようと思います。そうそう、なんだこれ、傷ついてる。フナゲットしました。皆さん分かります？この上の方に、これ魚の傷なんですけど、おそらくなんか天敵に食われたんだと思います。つまりここの水路にはこいつら、まあ、フナを襲うような天敵、ザリガニとか、まあ、バスとか、まあ、多いのはカニとかかな、もういる気がします。まあ、あとね、一番怖いのはこういう場所に出てくる人ですね。人はガチで怖いです。なぜ、あの立ち向かってくる可能性があるんで、平和にね、こんにちはしてね、帰れる場合もあるんですけど、まあ、場合によってはこんにちはじゃなくて、うわー
っていう事件が起きるんで気をつけてください。すごいすごい、もう魚の群れ、楽園といっても過言じゃない。もう追い川とかだってもうすごい量取れますもん普通に。まあ、まだね3匹とかしか取れてないんですけど、こうパッとね網ですくうだけで10匹20匹は全然取れますね。前はトアミぶん投げたんですけど、まあ、冬っていう時期もあって魚がそんなに多くなかったんですけど、今もうね春になってて、まあ、春っていうかもう7月なんで夏っすよね。夏なんですごい数います。ゲット、よいしょよいしょよいしょ。もうまるで掃除するようにね魚が自然に入ってきます。ただやっぱ追い川ぐらいしかいないな。追い川と川メツと、まあ、ここに船がいると思うんですけど、よいしょ、ほら船とかね、鯉の子供、追川川メツぐらいしか今んとこいないですね。でここに土管がありますね。だいたいこういう土管の中にはね面白い生き物が潜んでるんで、ちょっといつもだと2人がかりでやるんですけど、今日は1人で行きます。行きます、よっよっ、抜けました。さて魚はいるかな。いない、追川だけ。マジか。ああいう筒にはねナマズとかウナギが隠れてるんで、川でガサガサする人はね絶対にガサった方がいい。ガサスポットですね。船、鯉、追い川、川靴で構成されてますね。絶対他にもね捕食者がいると思うんですよね。うわでっかい鯉いる。みんな見える？ほらやばくない？こういう主が本流から入ってくるんですよ。めちゃくちゃでかいっしょ。取れっかな。前こういうの取って網破れたんですよ。うわっ、あ、やばい、逃げられた。トアミじゃないと荒川雑魚だな。まあね、ああいうこう鯉とかが本流から入ってくるんで、何がいるかわからないのが水路の面白さです。まあ、昼も夜もね、だいたい暗いんでライトは必須ですね。これね、商品紹介に入るとコメント欄が起こるんですけど、まあ荒川の概要欄にあるダイビングライトが一番おすすめです。結構生き物系 YouTuber 荒川が宣伝しまくったっていうか、マジで楽なんでおすすめしまくった結果みんな持ってるんですけど、誰のか分かんなくなってバッテリーとかがねごっちゃごちゃになってる悲惨な状況にあります。あれ、これなんだ、これニゴイじゃない？あ、ニゴイだ。皆さん、こちらがねニゴイちゃんですね。在来の肉食生物の一種なんで、おそらくこの用水路の中ではこのニゴイも立派な捕食者だと思います。まあ、今回は逃がします。ちなみにニゴイがね関東でも、ね、しっかり在来種だと言われてるんで、まあ数少ない在来生物。ナマズナマズナマズ、今見える見える見える、ナマズナマズナマズいた。しかもクソでかいクソでかい。あ、やば。いや、奥行ったよ。めちゃくちゃでかいナマズいたわ今。やっぱここの生態系の主はナマズだな。よいしょ、さっきいたねナマズの子供ですね。めちゃくちゃ可愛くないですか。こんなねちっちゃいサイズの子供が、これ今ね8センチぐらいなんですけど、さっきの60センチ超えの大物にこの子はなるね、ポテンシャルがあるんですよね。まあ、今回はね逃がします。ナマズいた、ナマズいた、いた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 、いやいやいや、オッケー、ゲットゲット、ナマズちゃんゲットしました。ここの主だ、めっちゃでかい、いいサイズのナマズ。いやー、ナマズって可愛いっすよね、マジ。やばいやばい、なんでこんな可愛いんだろう。ということで皆さん、こちらがねここの暗渠の主のナマズちゃんですね。待って、コナマズいるじゃん。え待って、さっきさコナマズ逃がしたんだけど、もう一匹さ、ほらここにいるの、わかる？これコナマズ、コナマズ、多分この子の子供ですね。親子でいたんだ、やば。ってことはね、さっきってことは、ここでこのナマズの子供たちが確かに繁殖してる証拠ですね。いやー、主だけどちょっと痩せてんなマジで。みんな上から見るとわかる、頭が大きいんですけど、頭のすぐ下がすごい細いんですよ。っていうことはね、この個体はあんまり餌を食べれてない証拠で、こんなに元気でこんなに魚がいる場所で餌を食えない下手くそかわいそうな個体ですね。まあ、ただね、貴重なこの水路の主なので今日は逃がしてやりましょう。バイバイ。おおおお、でかでか、やば、なんでこんなでかい鯉入ってんの。これがね本流から上がってきた鯉たちですよ。こんな感
感じで本流からわけわかんない魚がね暗渠には上がってくるんですよ。だから楽しいんですよね。ほらここにもいた鯉、ここね巨大魚の楽園っすね。今多分荒川がガサガサ奥からやってきてるからこの辺が多分限界なんだろうな。溜まってますね。みんないた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 、やっぱいたよ。ほらほら見える、ほらそこもう一匹ナマズがいる。来た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 、やば、早い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 、あ、くそ抜けた、めっちゃ早い、やられた。やっぱもう一匹いるよなって思ったらいたわ。おお、でっかいナマズいた。さっきの子どっち、どっちだ。お前はさっき捕まえたやつか。なんか痩せてるからさっきの捕まえたやつっぽいな。バイバイ。ナマズがね複数匹いればここで繁殖してる証拠なんですけど、まあ、あいつがいて子供が何匹かいるってことはおそらく繁殖してるのにもう1匹いるはずなんですよね。待って、3匹目いた、3匹目いた。やっぱ生きだと見つけてないやついたわ。クッソでかい、クッソでかい、クッソでかい、うわっ、うわ抜けた。マジか、めっちゃでかい抜いた今。うわクッソ、あんな隙間から抜けられた。よし、はい、ということでね、水路から無事出てきました。今回見た生き物としては最初にコクチバスとナマズ、フナ、コイ、ニゴイ、オイカバ、カワムツですね。まあ、基本的に在来生物が多かったんですけど、まあ、ここの生態系のトップはおそらくナマズですね。で、若干コクチバスが入ってるかなと思ったんですけど、水路にでかいコクチバスはいなかったんで、今のところ本流からコクチバスは侵入してきてないのかなって思いました。まあ、ああいう暗渠でコクチバスを釣るみたいなのってあんまり YouTube とかネットでも見たことがないんで、コクチバス自体がああいう暗い場所が嫌いな可能性もありますね。だからこそこんな魚の楽園ができたのかなってびっくりしました。まあね、今後ともねちょこちょこあの水路に入ってウナギとか、まあ、あのいるかわからないけどバスとか、まだ捕まえてない生き物とかもね探していこうと思います。何せね主の70センチ近いナマズ目の前に逃がしたんで、それが悔いとなりました。といったところで今回の動画はこの辺で終わりにしようと思います。なかなかねあの毎回毎回大物が取れるわけじゃないんですけど、基本的にはね大物とかでかいもの、高いもの、うまいものとかをね狙ってね日々とわみとかガサガサしてるんで、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバーイ。